何を隠そう、あそこを隠そうですね。iPad Pro 全然使えてませんでした。期待に胸を躍らせ、ある日君を迎えた。人生が変わる、クリエイトできると信じていた。でも違った。乾いた雑巾からは何も出ない。クリエイトすることがない。いつしか僕は君に触れることをやめた。そんなあなたを救いたい。はい、理想の主体作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。デスクの民に届いた iPad、 どうせ放置されてるか子供のおもちゃになってる説あると思います。この状況を打開すべく2年以上に及んだ地獄の試行錯誤を一気にまとめて紹介させてください。いきなり結論ですが、サブモニター化すると iPad 稼働率を劇的に高められることが分かりました。モニターアームにマウントさせると活用シーンが無限大に発散します。ケース、スタンド選びを二度と失敗しないための論点チェックシートも完成してしまいました。なお、この動画はワンダーシェアさんにスポンサーいただきました。本当にありがとうございます。ワンダーシェアさんの PDF 編集アプリは後ほど詳しくご紹介します。まずは iPad をサブモニター化する方法についてです。なんだかんだ仕事の9割は PC でこなしますよね。ということで PC 作業中も iPad をサブモニターとしてこき使うのがおすすめです。浮かせるとデスクでの占有面積もゼロにできるんで、対家賃グロス利回りも高まります。モニターと連動させられて角度調整もできて、横着な後傾姿勢とも相性抜群です。カーソルの遅延もほとんどなくて、普通のデスクワーク用としては全く問題ありません。挟み込み方式が一般的ではありますが、マグネットの方が8000倍便利です。実現方法はわずか3ステップです。ステップ0、モニターの取り付け部分、専門用語でベサマウントと言いますが、ここから如意棒を生やします。鉄板加工会のサラブレッド、長尾製作所さんのベサ拡張アイテムにスモールリグさんのロッドクランプを固定して、そこに棒を突き刺すだけです。詳細気になるよって同士の方は以前の動画を後でチェックしてみてください。ステップ1、 iPad を支えるマウントを作ります。試しに磁界観察シートを当ててみます。あら、 iPad の背中に仕込まれている磁石の位置がスケスケね。そうなんです、ここを攻めます。万が一磁界観察シートがお家にないよって同士の方は、磁石で iPad の背中をまさぐるだけでも OK です。グッと強く引きつけられるツボは簡単に特定できます。ちなみにこの磁石は4分の1インチネジ付きで Amazon で買えます。チーズプレートには取り付けの時の視覚的なガイドと iPad のずり下がり防止っていう2つの役割があります。ステップ2、マウントパーツを如意棒にドッキングさせます。結合部分のクランプを緩めておくと角度調整もできます。重みでモニターが傾く場合は逆サイドにもアイテムを付陣してバランスを取るか、撮影機材用のカウンターウェイトで抑え込むと糸おかしです。ステップ3、あとは PC とつなげるだけです。横画面なら Mac 標準のサイドカー機能でいけます。僕は縦で使いたいのでデュエットってアプリを使ってます。 iPad 側でデュエットアプリを起動させるだけで即接続できて、動作も安定しててすごく気に入っています。サイドカーもデュエットも無線接続もできるんですが、有線の方がはるかに動作が安定することは否めませんし、 iPad への給電も同時に行えて一石二鳥です。マグネットコネクタだと脱着も一瞬ですし、使わないときはモニター背面にパチッと止めておけます。ところで今なんかめんどくさそうで、この人気持ち悪いって思われた真っ当な感性をお持ちの同志の方、ご安心ください。ドイツのゼラルマウントならもっと簡単にマグネット固定できます。固定力もバッチリです。ゼラルマウントは国際標準のベサ規格に対応してるんで、地球上のほぼ全てのモニターアームやスタンドに取り付けできる作戦です。モニターアームだと位置調整もぬるぬる自由自在です。キーボードとつなげて文章書きに完全フォーカスしたり、MacBook とのデュアルモニター損失スタイルなんかもすこぶる快適になります。ただですね、この運用にはある致命的な弱点が2つあります。1つ目、ゼラルマウントは 390g、 フィルムを貼っただけの iPad Pro 12.9 インチは 707g なんで、合計でも 1kg ほどにしかなりません。よって力持ちなモニターアーム先輩にとって逆に軽すぎる可能性があります。例えば超土定番モニターアームのエルゴトロン LX の場合、使用上では最低 3.2kg 必要となってます。試した限りでは一応普通に使えそうな気配ですが、後からじわじわ上がってくるとかありえるかもしれません。そして2つ目、こっちが特に問題です。モニターと同じ感覚で動かそうとすると高確率で iPad がポロります。ホールド力と脱着の手軽さはトレードオフなんで仕方ないことです。裏のアームを掴んで動かすのは面倒ですし、首振りや回転はどうしても iPad を直接触って動かさんといかんやつです。ということで、これらの弱点を抹殺しつつさらに便利に進化させる方法にたどり着いてしまいました。
板金加工会のテクニシャン長尾製作所さんのベサ増設プレートとモニターアーム用カメラマウントを組み合わせると、重量をかさ増ししつつぬるぬる動かす用の持ち手にもできます。 iPad には触らないので落下の心配も皆無です。ネジ穴も充実してるんで、僕はショットガンマイクとワイヤレスマイクをマウントして手元作業の音を至近距離から録音できる環境を整えました。さらにカウンターウエイトでバランスをとっておくと滑らかに動かしつつ好きなところにビタッと止められます。まとめると、メインモニター横にサブモニターを浮かせて取り付けたいって同士の方にはモニター連動マウント、モニターアームを1本追加してでも iPad をもっと自由に動かしたいって同士の方にはベサマグネット固定マウント、2つのデスクで iPad をこすり倒してむしろ PC の稼働率を超えてやるっていう変質者には二刀流がおすすめです。すみません、やっと前座が片付きました。それではこの動画の核心、 iPad ケーススタンド難民歴2年以上の風前の灯火がたどり着いた地獄の頂上決戦に突入していきます。はじめにはっきりさせておきたいのが、全方位に万能なパーフェクトオブ完全無欠ソリューションは存在しません。あなたが iPad に何を求めるか、何がしたいか、どう生きるか、これで答えがガラッと変わります。僕自身の 12.9 インチの用途は無限キャンパスアプリのフリーボードで考え事をしたり、同じく無限キャンパスのコンセプトでお部屋の DIY プランを練ったり、毎晩グッドノートで1日の振り返ると翌日のタスクの整理をしたり、ライトルームで写真を編集したり、動画撮影をモニタリングしたりといった感じです。あと仕事での重要な用途として、書類のチェックをあえて iPad でやったりもします。 PC だと気づけないケアレスミスも iPad で眺めるとなぜか発見できて本当に不思議ですよね。ところで書類ファイルの絶対王者といえばやっぱり PDF です。そんな PDF をさらに便利に取り回せるのがワンダーシェアさんの全部入り高機能 PDF 編集ソフト PDF エレメント10です。僕自身は昔からネット上の動画をゴリッとダウンロードできて、しかもその動画ファイル形式をヨシナに変換できちゃうワンダーシェアさんのユニコンバーターっていう伝説のソフトを、ある極めて秘匿性の高いプライベートなアクティビティにがっつり活用させてもらってました。その時からワンダーシェアさんのソフトには UI が明快ですごく使いやすい印象を持っています。で、今回ご縁をいただいた PDF エレメントですが、大前提、我々デスクワーカー全員が一度は抱いたことがあるであろう PDF への像をアンダーラインやコメントなどの注釈が入れたいとか、ちょちょいと文字や画像を編集したいとか、ページを回転削除マージさせたいとか、そういうことは普通に全部当たり前のようにできます。その上で理想の書斎作り目線で特に有益と感じた3つの特徴を紹介させてください。1つ目、見開き表示かつ連続スクロールのコンボが発動できます。何十ページもある資料を一気に読み込むのに最高です。2つ目、 OCR 機能、画像やスキャンデータの中に映り込んでいる文字をコピーやら検索やら編集ができるテキストデータに変換してくれる技のことです。試しに紙を iPad のカメラで PDF 化して PDF エレメントに取り込んで OCR をかけてみます。これだけで写真が文字データになってくれるんです。ワードに変換して編集とかもいけます。また紙ですか？データでください。急いでるんだ君。でも編集が必要なんです。プリントアウトまでしてあげたじゃん。ホッチキス止めするの手間かかったんだぞ。だから元のデータを早く送る。 OCR があれば戦えます。英語と日本語みたいな複数言語でも大丈夫です。ただですね、僕の環境でいろいろ試した結果、すごく小さい文字とか記号の読み取りは今のところ若干弱い印象でした。そして3つ目、今回新しく公開されるバージョン10の目玉 AI アシスト機能です。現時点でがっつり実践投入できるやんって感じたのが翻訳周りのアシストでした。 AI 翻訳で選択部分をリアルタイム翻訳してくれます。後から見返せるように付箋化もできます。さらに PDF 翻訳を使うと書類全体をまるっと翻訳してくれます。肝心の翻訳のクオリティですが、結論十分戦えると思いました。ちなみに iOS、 Android 版の PDF エレメントにも近いうちに AI アシスト機能が実装されるらしいです。ということで、気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは iPad の使い勝手をブーストさせる超厳選ケーススタンド周辺アクセサリーについてです。ピタカさんのマグイージーフォリオ、王道な形で価格も安く初めの一つに最適です。ただ他のケースたちと比べて手書きフォーメーションで後ろに大きく間延びします。指紋なども他よりは若干残りやすい印象です。同じくピタカさんのマグイージーフォリオ2、縦置きできるのが最大のメリットです。4つのフォーメーションで使えてデスクへの設置面積が最小で済むのも素晴らしいです。弱点を挙げるとすれば、手書きは角度が結構急で快適さは少し劣ります。あとこれは個別の事情ですが、マグネットコネクタをつけてると縦置きできないのがショックでした。ハブや有線キーボードを突き刺して使いたいって同士の方も縦置きは諦める必要があります。モフトさんのスナップフロートフォリオ、高さを9センチも上げられるフローティングモードが最大の特徴です。サイドカー運用とか PC ライクに使うのに最適ですよね。ただケース自体はかなり重めです。
あと閲覧ビューイングモードが直角に近くなるんで、僕のような雑魚たかしくんはちょっとだけ見にくく感じるかもしれません。内側保護用のマイクロファイバー的なものもないようです。同じくモフトさんの超薄型ノートパソコンスタンド、非粘着タイプ、サッと置くだけで角度が作れます。縦でも使えたり、角度を2段階で切り替えたりできるのが地味に便利です。マグネットが仕込まれてるんで、使わないときはベタッと貼っておきます。ただこの色が僕はちょっとだけ苦手でした。ネイティブユニオンさんの折りたたみ式ラップトップスタンド、めちゃコンパクトに収まります。下の支え部分の形と柔らかさが工夫されてて、手書きでも邪魔になりません。素晴らしいです。質感も高いですね。ただ角度が15度のみの一本勝負なんで、天井の照明が映り込む状況なんかだと積みます。最後にズームケース、機能性クオリティの点では最強の部類です。角度が10段階出せるんで、いろんな体勢や状況で本当に使いやすいです。ペンホルダーの設計も素晴らしくて、しっかり保持してくれるのに、しかも外しやすいとか、ボタンも柔らかくて押しやすくて、かつ刻印付きなんで音量調整でも全然迷わないとか、内側のマイクロファイバーがやたらすべすべ滑らかいとか、磁石で壁掛けもできるとか、いちいち素晴らしい完成度です。やはり歴史が違います。僕の使ってるマグネットコネクタなら問題なく使いました。弱点としては、まず保護フィルムの大きさや貼り付け位置の偏り具合によってはケースが干渉する可能性があります。他のマグネット式ケースと比べると脱着もしにくいです。あと見た目通り重いですね。ということで、今お話ししたような内容を論点チェックシートにまとめておきました。ごちゃごちゃ述べてきたんですが、本当にどれも素晴らしいアイテムなんで、全部買って使い比べてみてください。で、僕自身はですね、今回ご紹介できなかったアイテムたちも含めて24周ほど回った末に、くしくも裸運用に落ち着いてしまいました。 12.9 インチは家の中でしか使いませんし、マウント運用が稼働率アップの要となっているためです。そしてモフトさんの非粘着スタンドを一番よく使います。縦でも使えるのがほんま素敵です。上下逆さまにして充電しながらノートを書いたりもできます。角度が2段階なのも秀逸で、手書きは低い角度で、 iPad を参照するときは高い角度に起こしてなんて使い方ができます。もっと素敵なアイテムやチェックシートに加えるべき重要な論点などありましたら、ぜひお気軽にコメントいただけますとめちゃくちゃ嬉しいです。ちなみにですが、エレコム先生の液晶用クリーニングリキッドをクロスやキムワイプにシュッとやってフキフキすると、画面をめちゃ綺麗にできます。あと僕は後傾姿勢が好きなんで、モニター横にマウントしてますが、ちゃんと体を起こして作業したいっていう礼儀正しい同士の方は、メインモニターの下に iPad を置くスタイルもめちゃおすすめです。人類だけが唯一所有の環境に対しても手を加えて、時に己の本能にさえも逆らってさらなる高みに至れる生き物なんよって近所のおばさんが言ってました。このでかくて重い板を乗りこなすのか、それともこの板が我々を乗りつぶしてしまうのか、乗りこなそうと思った方はいいね、乗りつぶされそうな方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。理想の資材作りでした。